勘違いすんなよ、いい子ちゃん。俺は別に勝ちたいわけじゃない。頑張って努力して、バスケに青春かけた奴らが歯ぎしりしながら負ける姿が見たいんだよ。楽しいかって聞いたか楽しいね。去年のお前らの先輩なんか最高の傑作だったわ。